パイン株式会社は、大阪府大阪市天王寺区に本社を置く、飴を中心とする菓子メーカー。1948年創業、関西を地盤とする菓子メーカーの一つ。1951年に発売され、パイナップルの味と形を模し、穴が開いたパイン飴は、同社を代表するロングセラー商品として知られる。他にも飴の中にガムを内蔵させた。 どんぐりガム、飴を舐めると、中の重曹が発砲する、泡玉などの商品がある。本社志賀工場東京支店中部営業所、福岡営業所主力商品である、パイン飴は、パイナップル味のキャンディで、中央には穴が開いている。この穴は発売当初のパイン飴にはなく、名前も当時は、パイナップル飴だったという。しかし、仙台社長が飴に穴を開けなければ完成品ではない。 といったことから穴を開けたというエピソードがある。第1号から2年経った1953年、当時は手動だったパインアメの穴開け機も、この年に自動化された。2014年7月には、ファミリーマート、イムラヤと協力して開発したパインアメアイスが、ファミリーマート限定で発売されている。パインアメは、コリスの、フレガム、フレラムネと形状が似ているが、公式には、 吹いてもならないとしている。なお、2014年には、コリスとパインがコラボレーションした、服となる、パイン飴味の笛ラムネが発売されている。当社が、ツイッター上に開設している公式アカウントの、名称は、パイン飴を、ローマ字に変換しただけで、英語で、苦痛を意味する、ペインではない。2013年以降の毎年4月1日には、エイプリルフールにちなんで、格空の製品、 キャンペーンに関するツイートをこのアカウントから発信。公式サイトには過去のツイートをまとめたページが設けられている。食品以外のコラボとしては2014年8月、セガの音楽ゲーム、マイマイオレンジがある。本ゲーム中に登場する叩くタイミングを示すマーカーとパインアメの認めが似ていることが由来。2015年6月には小林製薬との協力により、 同社が発売するグミタイプの清涼食品カムブレスケアのパインアメ味,味が期間限定で販売され2016年6月に陽気ラベルをパインアメくんが加えられた新デザインに変更するリニューアルの上期間限定で再発売された2018年6月には水木奈々のコンサートツアーである奈水木ライブアイランド2018のグッズとして 水木7パイン飴を開催されている各会場内限定で販売され袋にはパイナップルを持った彼女の写真がプリントされている。また毎年8月8日をパイン飴の日として制定されておりツイッターには様々な企業の公式アカウントがパイン飴を使ったコラボ写真をアップしている。パイン飴ソフトクリームは 当社の本社付近にある安倍のハルカス58の60階の展望台、ハルカス300のオープンを機に58階のカフェダイニングレストラン、スカイガーデン300限定、一歩に400円で発売されているコラボレーションメニュー。パイン飴のイメージカラーである黄色のクリームの上に砕いたパイン飴を振りかけているほか、パイン飴の商品の具を入れた紙でコーンを包んでいる。 ハルカス300では原則として入場者による飲食物の持ち込みを禁じているため、パインアメソフトクリームを食べられるのは、スカイガーデン300と天空庭園の中に限られる。ありがとうございます。